何話の聞いた覚えとけべ、皆さんこんにちは。本日は、セラビ東京から、撮影ということで、僕のブラザーの木村フィリップミノル選手に、来ていただいております。よろしくお願いしま す。お願いします。 K1 の世界チャンピオンの木村ミノルです。ダイソンの方は普段から何をさせてもらってて、ありがとうございます、はい、今日インタビューということで、そうです、よろしくお願いします。マジでビビった、これな初めてちょっと見せました。いやー、すごい重すぎるわ。OB が乗ってますよ。こんな重いんかなと思ってた。いや、俺もあの持ってみてやっぱ重いんだなっていろんな意味で思いました。そうやんな、ね、しかも大丈夫で、これってやっぱ使い回しなの？これ、いや、あの使い回しなんですけど、形上、うん、一応何年かに1回はあの変わりますね、新品になります。なるほど。これ何キロぐらいあるんだろう。6キロ、5、6キロ以上は結構重いですよ。でもこれ一回持ったら離したくないなと思うんですよ、やっぱり。みんなどの持ち方？俺肩掛けが好きですね。こっちに手入れて、あ、それが一番かっこいいっすね。どないどないや静かライブそれを持って出てください。ほんまやな、これライブ2つなんで。しないな。いや、マジおめでとう。ありがとうございます。やっぱ有言実行っていうか、木村みのり選手はかまし続けていかないとダメですね。間違いないな。ありがとうございます。出会って何年ぐらい？3年4年ぐらいなのかな、はい、今年4年目か。しかも俺ちょっと調子悪い時に出会って。そうやな、で、そうやな、会って、で、試合入場とか曲歌ってもらったりして、そっから俺もこの徐々に良くなってきたんで。俺もでもやっぱ変わった。あの瞬間ぐらいからやっぱ通ずるものがあるけど、格闘技、音楽は俺やってるヒップホップやけど、なんかフィールドは違えど、やっぱ通ずるものがあって、上向いてやっていく上でお互いなんかシンクロできた。そうです、瞬間から早い4年4年っすね、やばいっすね。いいな。でも変わらずっすね、いい感じにまた走り続けてる。まさ、あの年間 MVP、K1 の MVP 取りました。マジおめでとうやって、めっちゃ嬉しかった。まあでも俺は思ってたけど、ミノル以外じゃあ誰なみたいな。俺はやっぱ仲間やし、応援してるのもあるけど、でもそういうのもなしで、フラットにした状態でも、ちょっと誰が MVP やねんっつったら、もうミノル以外おらんなと思ってたから、なんか俺の中ではまあ当たり前やなって、もちろん、すごいことやけど。俺も正直確信もあったっすね。でも改めてもらったら嬉しいっす。攻めますね、今日。じゃあ、マサト選手が言ってくれたんですよ。今、俺が見てて一番面白いのが木村みのりだと。嬉しい。それはちょっと、モチベーション爆上がりしましたね。ヒーローやもんな。そうですね。俺ら世代のことバッチリやんか。俺もそれ見て育ったんで、めちゃくちゃ嬉しかった。だって俺逆にヘビー級ずっと見てて、ミノル級の試合、あの当時見るきっかけになったのが俺、マサト君やな。間違いない。くっつけて会ったことないんですけど、あのただの大ファンなんですけど、それできっかけで、だからヘビー級以外の、なんていうか、体重の選手も見るように、試合も見るようになったっていう、なんかあの辺からまた変わっていったかもしれないよね。やっぱ時代を作りましたね、マサト選手は。やっぱ軽い階級でも世界で通用したり、面白いっていうのが、ある意味、それを次、僕の世代として引っ張っていけたら最高だなと思いますね。いいなぁ。帰ろう持って帰ってください。一週間預けます。ほんまや、広がりとかがええねんな。そうですね。いや、なんか作りたいな、俺もこういうの。それなくないですか、今まで。ないかな、こういうのでライブするとか、なんか一個のありじゃないけど。やばいっすね。いいよな、こういう感じのペンダントトップとか作ったり。ベルトが引っかかってるんじゃない。いや、マジで。おめでとうございます。ありがとうございます。いつも刺激もらってるんで、マジでありがとうございます。ブルベックして撮ったというか、俺はそんなイメージですよ。ありがとうございます。ていうか、あの東京ドーム、雷神と K-1 のやつ、あれは、あれ何なん、つまり噂されてますよね。噂、もう俺ももうなんかちょろちょろ聞くから。あれは、まあずっと K-1 と雷神がいつか変わるんだってのをファンも待ったと思うんですけど、まあその中立の舞台としてダイナマイトっていう新しいイベントを立ち上げて、そこで対抗戦やっちゃおうっていうのが今ダイナマイトだね、松井とやってた。そうです、やったやつの名前を使って、なるほど、また改めて盛り上げようっていう感じでやってるんですけど、まあ多分たける天心が多分メインに来て、まあ、みんなが日本中が待ち望んでる1試合の武尊選手と
とは多分 K-1 とかライジンとか面白いカードがそれあるのかなと試合は決まってるの僕は多分それに出るんですけど、うん、まだ相手は決まってないですけど、うん、まあ僕の中でライジンはやっぱ総合なので、うん、朝倉選手とかやりたいですけど、うん、まあ、ルールがなかなか合わないところがあって、うん、朝倉選手に逆に立ち技でやってもらうとか無理なのああ向こうがやってくれたら全然ありがたいですけどね、まあ、なかなかそのリスクは犯さないんで、そうやな、でもお互いにリスクを犯されへんわけやそう、ね、じゃあミドルが、ね、まあそちら総合のルール寄りになったら不利なところもあるし、逆に向こうも立ち技やったら不利だから、まあ、それもそれでなんかいろいろみんなが多分期待するようなところでもあると思うまあ、決まってるんやったら教えてほしいけどな、まあ、そうですね、あでもまあやるなら、あのアンポルキアっていう選手がいて、その人は前々からなんか対戦要求とか対戦表明してくれてるんで、あまあそこで決着つけてもいいかなと、ね、関西の選手の試合、ね、そうですね、アンポルキアさん、なるほど、え階級も一緒なの、階級 も、 あの同じような階級で彼が上げるって言ってるんで、あまあ上げてくれたら全然やろうかなと、まあ、今は誰が来てもいろんな方面で戦っていこうかな、最高です、これだってもう今ミノルと会話してるだけでちょっと強なっていってもバイブス強そうバイブスが、うん、高校のあの喧嘩映画見た後みたいなワースト見た後みたいな気分になってる、すごいな、パワーも自分で勝ち続けてる間にどんどん強くなった感じがしてて、この間の試合とか終わった後メイウェザーにまで対戦要求しちゃってなかなかぶっ飛んだ発言しちゃったんですけど、どんな感じメイウェザーはやれるの、俺メイウェザーとミドルマジでやってほしいな、いややれたらもう最高ですね、いやメイウェザーは日本では試合したいって言ってるんで、体格的にはどうなの、マジで同じ役なんですよ、あそうなんや、もうバッチリ合うんちゃう、いけんちゃう、いけます、いやなかなか強いですけど、でもそこかましたらもう、そう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 、一生自慢できるな、いや俺マジやってほしいな、ミドル対メイウェザーって絶対みんな見る、だみんなが一番見たいし、やっぱそのミノルのスタイル的にそのパンチをいく感じって可能性を見ます、ね、そうそう可能性があるから、でもやっぱ100千年前やし、そうそう、いやーでも俺ちょっとマジこれワンチャンあったらヤバいな、ヤバいっすね、これだからメイウェザー戦で俺がライブで入場するっていう、まあヤバいっすね、ちょっとそれヤバいな、メイウェザーお願いしますでも向こうもあのラッパーするでいつも入場するんで、あ、そうなんや、はい、向こうフィフティセントとかなんかあれ、いや来たらやばいっすね、ビーフしてるんか、なんかあの辺の US のラッパーとかちょっとこっちついてきて、ちょっとバチバチっすね、日米で試合しちゃいますか、やばいっすねそれやばいな、あまあでもちょっとほんまにね、決まりだしたらね、でも僕はもう仕上げるだけですね、あ、仕上げるだけなんで、どういう相手であろうと準備、いい準備して、そう試合来て、しばき回して、そうですね、勝って、前ってやること一つ、そうやること一つやから、いやー最高です、もうパワーもらってるわ、ありがとうございます、こちらこそ、 あとそのやっぱり刺激もらうのもそうですけど、アルバムめっちゃやばかったですやばい、ね、俺の今回のアルバム、はい、マジでほんま、あの結構もう人生かけて出した今回1枚やったから、セールス的にも良かったし、何よりやっぱミノルにしたって言ってもらえるのが俺は嬉しい、本気の男に聞いてもらえて、刺激、そういう人が刺激をもらいました、ね、やっぱ走り続ける男のアンセムってやつすげえ刺激もらえますね、最近でも本当にあのアスリート、野球選手の人とかも俺の曲聴いてくれてたりとか、こう使わせてくれたりとか、なんかそういうやっぱ最前線で男があっても、まあ、男女関係ないけど、はい、アスリートのそういう人が、特に俺の曲なんかどっちかっていうと男臭いさ、体育会系のゴリゴリの人がやっぱ好かれるような曲が多いから、アイブティーとかやばいっすよね、ゴリゴリでしかないっすね、最近やっと女の子増えてきたけど結局ああいうさ、あの女の子のファン増えてきたけど、結局やっぱゴリゴリファンがまだ8人ぐらいやばいっすね、アイブティーとかももうザ・ゴレっていうか、もうとりあえず口出したいこと、ダーティーなこととか綺麗事とか関係なしで、俺が今この持ってる全てのバイブスとか、まあ、フラストレーションであったり嫌なことであったりとか、叫びたいこと、伝えたいこと、もう全部こう詰め込んだから、全部エネルギーですよ、そうエネルギー、いやそれが伝わるんですよ、悪いこともいいことも全部もう一つに、それでやっぱ結構ヒップホップって他の音楽のジャンルと違って、やっぱ自分の気持ちをダイレクトに伝えれる、やっぱそれが一番伝わるジャンルの音楽、それがヒップホップなんじゃないかな、なんか俺はすごい今回は良かった、やっぱ自分らしくいけたっていうか、はいはい、小手先じゃないですね、
まあ、アルバムの中は結構気持ちいい曲とかもあるやんか。いや、そうですね、ありますね。あれ、まあ、嬉しいな。いや、この間もあの電話しくれたじゃないですか。やばかったな、あれやばかった。あの時、Bluetoothでヘッドホンであのロマネコって聞いてたんです、アルバムの中で。それもずっと聞いてたら電話全然気づかなくてめっちゃいい引き寄せでした。そうやね、俺が曲を、あ、じゃあ俺が電話した時に、俺ミノル出へんの、はい、無視して、無視じゃなかったんですけど俺の曲を聴いてて、聴いてて電話気づかないっていう。やばいよ、嬉しいわ。繋がってますね。繋がってる、繋がってる。ちょっとまた今年はまたアルバムあるし、はい、俺らも絶対毎年で走っていくだけやから、これからもちょっとお互いに刺激を与え合って、はい、勢いを止めず、そうそう、やっていって、引き切って、最後もジジイなんて楽しないな。間違いないです。最後もう楽に暮らしたいですね。楽に暮らしたい。だから、でもそう、今苦しくても、今しんどいけど、もう頑張って、10年後ちょっとまた笑えるように、取り上げるように、頑張ろう。はい、今は戦うのみですね。間違いない。ありがとう。そして、おめでとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。ね、有言実行ですわ、今回はジャイアントチャンピオン、木村みのる選手に、インタビューさせてもらいました。またちょっとミノルの方も、これな、よろしくお願いします。出させてもらいますんで、皆さん、よろしくお願いします。お願いします。引き続き2人から、目を離さないでください。はい、そうですね。あの、大佐さんの、あのファンの人は、並び僕も応援してくれたら、間違いない。ありがたいんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。セラビカラでした。ありがとうございました。ピース。